ブガッティ・ベイロンイの W 型16、気筒エンジン W 型16気筒は、ピストン式内燃機関のシリンダー配列形式の、一つで、W 型エンジンの一種。W16 と略されることもある。今日存在する W 型16気筒エンジンは、すべて、強格 V 型エンジン技術の延長上で設計されており、8つの、 ピストンを持つ二つのシリンダーバンクが組み合わされ、一本のクランクシャフトを回すレイアウトを採用している。フォルクスワーゲンは現在、W 型16気筒を生産する唯一の自動車メーカーであり、フォルクスワーゲンのデザインは、W 型12気筒を延長して4気筒を追加する形をとっている。このデザインは、もともとは、フォルクスワーゲン VR6 型エンジンで培われた、 技術でもあるこの形式のエンジンは1999年に発表されたコンセプトカーの EN ベントレーハ花ディアーズで初めて公開され、後にアウディのコンセプトカーである EN アウディローズマイヤーにも採用された。フォルクスワーゲンが今日生産する W 型エンジンは全て強角 V 型エンジンをベースに開発されている。 VR6 エンジンは15度の狭いシリンダーバンクを持つ V 型エンジンであり、ピストンの位置を左右にずらして配置することで、直列6気筒と比較して短い全長を持つことに成功した。この強角 V 型エンジンを通常の V 型エンジンのように V 型に配置することで W 型のレイアウトが完成する。このようなレイアウトで製造された W 型エンジンは、 通常の V 型エンジンと比較して、エンジン全長を短くすることが可能であり、通常の V 型エンジン用のエンジンルームのスペースで、さらに多機等のエンジンを搭載することが可能となる。フォルクスワーゲンの W 型エンジンは、VR6 型のシリンダーバンクを72度の角度で配置し、はじめに VR4 型エンジンを2つ組み合わせた。 W 型8気筒が製造され、後にシリンダーバンクを90度に拡大した W 型16気筒が登場した。なお、フォルクスワーゲンは、この W 型16気筒を開発する以前に、一般的な3番クレイアウトを採用した W 型18気筒エンジンを開発している。この W 型18気筒は1998年と1999年に、 発表された、ブガッティのコンセプトカーに搭載されたが、一般販売されることなく終わっている。このエンジンと区別する意味で、今日の W 型16気筒はしばしば WR16 と呼ばれることがある。現在、フォルクスワーゲンは、自社の傘下にあるブガッティのスーパーカーであるブガッティ、ベイロイン16.4及びブガッティシロン2のみ、W 型16気筒エンジンを搭載して、 販売している。このエンジンは1シリンダーあたり4つのバルブを持ち、4つのターボチャージャーで下級されている。エンジン全長は71センチメートルであり、重量は400キログラム、最大出力は 1001PS、6000rpm、最大トルクは1250ナノメートル、2200から 5500rpm にも達するモンスターエンジンである。 その後の改良で、最大出力 1200PS、6400rpm、最大トルク 1500nm、3000rpm-5000rpm となった。今のところ、ブガッティ以外の採用例はまだ存在しないが、いくつかのメーカーにてこのエンジンを採用する計画があるという。ありがとうございます。